火山落は、ブルガリアスタラザゴラ州にあり、バルカン山が未約6の火山落平原に開けた都市である。火山落はブルガリアでは10番目に大きな工業都市で、2006年現在の人口は78,938人である。ローズオイル生産の中心地でもある。火山落一帯に人が住み始めたのは、新石器時代まで遡る。 紀元前4から3世紀ゴロトゥンジャ川上流はトラキア人支配地の中心でセウト3世の地政時代でもありヘレニズムの中でのトラキアの歴史的発展にとって重要な場所であったトラキア人の都市であるセウテポリスは火山落近くで発見されコプリンカ貯水池建設の際徹底的に調査された紀元前4世紀セウテポリス近くに トラキア人は墓を建てている。有名な火山落のトラキア人の墳墓で、1979年にユネスコの世界遺産に登録されている。中世、火山落平原は、ブルガリアのボイアール・エルティミールの支配地クルンの中心地であった。あとの1370年、火山落はオスマン帝国の支配下に入る。現代の都市火山落の起源は15世紀に遡る。 シップカ峠を防御するため軍の要塞が設けられ、その後手工業が発達した。タンニング、銅細工、ガラス細工、フライゼ、靴作り、ンの製造など50以上の手工業が発達し、バラの栽培も同様に発達した。精油用のバラはインドからペルシア、シリア、トルコを経由し入ってきた。適した気温、高い湿度、密照 シナモンバヤシなど成功する条件が必要であった。火山落のローズオイルは、パリやロンドン、フィラデルフィア、アントウェルペンの展示会などで、金メダルに輝いている。オスマン支配後は巨大な市場を失ったことから、手工業は衰退していき、軍需産業が発達する。火山落には1924年に設立されたアーセナル社が多様な軍事設備を開発しており、 AK-47 タイプの消火器や地、対空ミサイル、マシンガンなどを製造している。また、M、S ハイドラウリック社とカプロに、JSC 社が立地しモーターやシリンダーなど、構成部材を製造している。織物工場も3カ所立地しているほか、名産のローズオイル工場が立地する。火山落は有名なバラの谷の東端に位置している。 谷の反対側には中規模の高さの山脈があり、5月は特に素晴らしくバラの野に咲く花や、かんばしさは比いないものである。美しいバラの祭典が6月最初の週に開かれる。バラ祭りが開かれる週は舞踏など、毎日違った行事が行われている。美人コンテストも行われ、最終日には最も美しい女性が選ばれる。地元では、 バラの女王,王と呼ばれている。バラ祭りは1903年から行われており100年以上の伝統がある。現在では国際的なイベントとなり多くの観光客で賑わい人々を楽しませている。デジタル大事宣の解説。コトバンク2018年8月27日閲覧。ありがとうございます。